ご視聴ありがとうございます。今回も展示動画になります。アミアミさん展示でスピリティールさん、オーバーロード、アルベド、エンディングバージョン、アートバイ装備7分の1スケールフィギュアになります。よかったら見ていてください。はい。で、大手フィギュアメーカーさん、もう絶対にアルベドフィギュアを出しますよね。もう出してないメーカーさんの方が少ないんじゃないかっていう気がします。で、またスピリテールさんはすごいのが来ましたよね。たまに見かける立てかける系フィギュアですね。いや、すごい美しかったです。で、こういう系フィギュアってどうしても正面からがほぼほぼメインになると思いますので、あまりいろんな角度のデータとかが今回ないんですよね。まあ、そんなわけでいつもより余計に短い動画となっております。はい。で、今回の名前がエンディングバージョンアートバイソービンということで、2期のエンディングですよね。ソービンさんのエンディングの美しいイラストの立体化になるわけですが、なんか本当フィギュアとイラストの中間みたいな感じがしますよね。すごい芸術品のような、なかなか異質な感じで、いろんなフィギュアと並べて飾るよりもやっぱり一体で置いた方が抜群に映えるんじゃないかなと感じました。で、スピリテールさんということで、今回ももちろん素肌加工とのことで、やっぱりこれくらい露出があった方が嬉しいですよね。すべすべを堪能できると思います。で、まあスピリテールさん、これまでのフィギュアどれも評判いいはずなので、今回も間違いなさそうですね。で、まあもうこれ期限が迫っちゃってるんですよね。去年末から受注始まっちゃってるので、2月23日までとのことです。もうあと数日しかないですね。期限迫ってますので、うっかり予約を忘れないように気をつけてください。はい、では以上になります。今回はスピリテールさんからも出る、アルベドフィギュアでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。